ちょっと外もこの辺にしといて、ちょっと中見ていきましょうか、えー。まずこの右側のこの家から。看板はないけど、結構大きい建物ですね。Distance, no、療養所らしいですね。病院ですね、これ。ああ、病院っていうか、まあ療養所ですよね。ここはトイレ。ああ、もう普通にスプラットいますね。普通にいますね。ああ、普通におる。えいっぱいおんな。1、2、3、4、5。5匹おる。5匹いますね。<laughs> そんな普通にその辺走り回ってていいのお前ら。ああ、普通に住民中で死んでますね。これ多分さっきの話ですよね。母子の使用料払えへんからちょっととりあえずここ置いてるみたいな感じですかね。まだ埋めることができないんでしょうね。病気の住民。病気の住民だらけですね。この人ももしかしたら、ああ、亡くなってますね。で、この警備用ロボットもあるんですよね。見張りロボット。これはもともと使われてたものなんですかね。で、修理ができずに登記されたみたいな感じでしょうかね。 1> 1人いますねローズマリー・クワン名前があるんで喋れると思いますね。この人企業と社員には感謝している。でももう行った方がいいわ。私と一緒にいるところを見られたくないでしょう。はい。どうしてですか私が病気だからよ。病人とはかからない方が身のためよ。あなたの役には立てはないよ。私は何のための ああ病気の自分と喋ったら嫌われるよって言ってますね。それは何でなんでしょうかどうして <laughs> ま病気になったと。病人と話すだけで立場が危うくなる。私たちをなじみに会いたくないでしょう。<laughs> 病気の人と話すだけで立場が危うくなるっていうお話ですよね。うん、この先も聞いてみましょうか。どうして病気になったの初めは気分がすごく落ち込んで眠れなくなって時間通りに起きれなくなった。それで仕事に遅刻するようになってやる気がなくなって何もかもが信じられなくなってきて、うん、精神の弱さが肉体を蒸しばむ。 ここなんですよね、ここすっごく重要であの、ここでね、結構明らかになってくるんですけれども、この、まあ、スペーサージ・チョイスっていう会社での話なんですけれども、まあ、多くの企業がこの精神を持ってると思われるんですけど、精神の弱さが肉体を蝕むっていうのは、結局のところ、病気になるっていうのは、あなたの精神が弱いから。 もっと懸命に働けば病気にならなかったかもしれないって、この人が言ってるみたいに、もっと懸命に働いていれば病気にはならない。つまり、懸命に働いてないから病気になるんや。っていう考え方。ですね。この世界ってま食料がないんですよね。そのさっきのサケツナマグロの話、サルツナマグロの話でもそうですけれども、まあ、缶詰の中身も言ったらその元々マグロを使ってたけれども、それをキノコに変えて添加物をいっぱい入れて、 似た味にしてる。っていうようなこととか、言った食べれるもので言えば、ナナーっていう果物とか、えー、モックアップルっていう食べ物とか、ほとんどね、食べ物ないんです。で、そこから来る栄養失調。言ってみれば、その言ったら栄養がないんですよ。もうほとんど食べ物に。だから人間の体が弱って免疫力がどんどん落ちてきて病気になる。でもそれは企業に言わせれば、それはお前が懸命に働いてないからや。っていうことになるんですよ。で、この町に住んでる人の多くは、それを信じてます。 言ったら、言ったもうそんなこと言って言ってほしいわとかじゃないんですよ。実際にそうなんやっていう。だから私は病気になったっていう考え方。だこの人が言ってる、言った私と話したら嫌われるかもしれないよっていうのは、まあ、この企業体質から来るんですよね。もっと仕事に誇りを持つべきだったって言ってるように、この人が病気になったのは仕事に誇りを持っていなかったから、仕事に誇りを持っていない人と喋ってるってことはお前もかみたいな。そういう感じの目で見られるところですね。 だから病気の人が嫌われるのは自分に病気を移されるからとかそういうことではなくて仕事に誇りを持っていなかった人言っているは企業にとって価値のない人ここの世界観で言うところのダメな人なんですよだから嫌われてるんですそういう世界観が非常にちょっと怖いんですよね怖いし悲しいしだからこの人も我々の価値観からすると全く悲しむことはないんですよだただの栄養失調で体を悪くして病気になってるだけなんであの別に悪いことしてないじゃないですか かわいそうやな、言って頑張れよって言うけど、周りの人はそういう声はかけてくれない。っていう状況ですね。もちろんこれはこの人だけではない。他に寝てた人とかね、あの話しかけてもあの会話にならなかった人、あの人たちも多分同じ思いをしてます。すごい難しいんですよね。でその企業っていうのが悪いやつっていう世界でもないんですよ。もちろん悪いやつなんですけど、まあそれはフィニアスに言わせればの話で、ここの住民からすれば精一杯働いて企業に貢献することこそが幸せ。っていう風に思ってる人がほとんどです。そこが結構ね、 うん、難しいとこかなっていうその僕らの価値観からすれば企業最悪やなってなるんですけどそういうわけでもないんじゃないかっていう感じなんですよねねえこれねそんなのおかしいわ病気になったのはあなたのせいじゃないっていう選択肢もありますけれどもまあこれ聞いてみましょうか、really、そんなこと言うのはやめて他の人に聞かれたら噂が広まるわ悪いけどしばらく人になりたい mine,、like、アドレナタイムを持っている欲しいならあなたにあげるわ 今お話にしたアドレナタイムですね、これ。まあ、このアドレナタイムっていうアイテムはまあその促進効果のある液体カフェインって書いてあるんですけど、簡単に言うと麻薬です。 打つとちょっと楽になるみたいな、はぁーみたいな感じ。でも、使いすぎることによってどんどん中毒になっていくんですよ。で、そのことによって体がおかしくなって働けなくなったりもするんですよ。だから、これを作っているのはスペースサイトチョイスなんですけれども、結局のところこれのせいで働けない人も出てくる。っていうような感じです。まあ、その息抜きにちょっと使うぐらいやったらいいけど、そんないっぱい使っちゃダメだよって言われているようなものです。まあ、禁止はされてないと思うんですよ。だってこれスペースサイトチョイスのやつなんで。まあ、過剰に摂取すると危ないよっていうものですね。 まあ、だからそういう世界なんですよね。結構恐ろしいですよね。うん。で、この病気の人もみんな倒れて,て、多分この人らもいずれ死んでいくみたいな感じでしょうね。でそのなんで治療してもらえないのっていう答えはこの後すぐに明らかになります。じゃ引き続き他の建物を見ていきます。じゃあ、ここですかね。エメラルドベール、バーバーショップ。バーバーっていうのは、えー、利用子っていう意味ですね。まあ、美容室です。ね。床屋さんです。簡単に言うと。いや、いや、でも、ちょっと汚いですね。やっぱりね。 赤とかめっちゃついてるもんね。赤もついてるし、サビも出てるし、壁も破れてるしね。うん。だこれあれですよね。理髪に使うアイテムですよね。ハサミとか。うん。なぜか銃の弾入ってますけど。これは鏡みたいなのかなそれにしても汚いですね。この草はでも、一応入れ替えられてんのかなうん。青々としてるんで。ただこれは錆びてますね。もしかしたらこれフェイクかもしれないですね。飾りかもしれない。ただの。で、この人がこのお店を運営してる人ですね。コンラット・サリック。さっき言ってたサイラスの、えー、滞納してる人ですね。 墓地の使用量を滞納している人の一人です。この人にもいろんな事情があると思いますね。血がめっちゃついてんのはちょっとあれですね。はい。めちゃくちゃ死体置いてます。はい。結構危ないですね。これとか危ないですね。こんなん置いと高いのって感じなんですけど。死体の解体するやつみたいなのが置いてますね。で、これが企業単位ですね。で、これ、どう見てもこれ仮装場ですね。うん。死体を燃やすやつですね。骨にするやつね。

まあ結構潔癖症みたいな感じですね。はい。ちょっと話していきましょうか。So、says, elbow, でもいつか誰か口をさえずに咳をしてみんな伝染病になってしまう。Choice, ね、遺体の清掃でね、君の遺体を清掃して埋葬に備えるからって言ってるから。うん でこの人が言ってたように、伝染病がこの街で流行っているっていうのはもう周知の事実みたいですね。うん、この人も知ってます。一体何に備えるって伝染病について知っていることは the ?6 か月の間に6人の労働者が犠牲になった。うん、6人死んだってことです。<laughs> でも彼らを良き労働者とは言いたくないな良き労働者であれば治療を受けられたはずだからとはいえ残念だよ、うん、だここにも結構ね重要な部分があるんですよねさっきの,その言葉忘れましたけど言ったらしっかり働いていれば病気にならないっていう考え方ですよねなので言ったらその伝染病で死ぬっていうことは仕事に誇りを持って懸命に働いていなかったっていうふうに認識されるとだから良き労働者ではなかったねってこの人言ってるんですよ で、結構これ本心なんですよ。っていうのは、やっぱりその企業体質、そういう考え方、っていうのがもう浸透してて、言ったらその我々からすれば洗脳みたいな状態になってるってことです。だからただ病気で死んでしまった人、別にその仕事に誇り持てるか関係なくただ病気になって死んだ人も、あの人はちゃんと働いてなかったから死んだんや、っていうふうに言われる世界、っていうことです。で、それをこの人も信じているってことです。だから結構恐ろしい世界ですよね。 だからみんな自分の仕事に誇りを持って働いてるけれども、病気になった瞬間、それが足りなかったんかなって思う。そういう後悔を生んでしまうっていうことですね。怖いね。どんな症状が出るの高熱、悪寒、怠慢感、ンンンン節々の痛み、嘔吐、大量の痰、そして腹痛。オールスターやね <laughs> あー。どうして労働者全員,全員治療しないの 社内規定だよ。全員を治療するだけの医薬品がないんだ。だから最も優秀な人だけを治療する。そうなんですよねで。さっきも話した通り、この世界では食料が不足している、物資が不足しているっていうお話をしたんですけれども、それと同時に薬もないんですよ。限られた薬を使うんであれば優秀な人材に使うっていうのを公に公言している世界です。 普通ね、そういうのあるじゃないですか。別にその薬に限らなくても、あの人は優秀やからこうする。この人は優秀じゃないからこうするっていうのも、なんとなく雰囲気で言うでしょ。例えば、この薬の話やったとしても、あの、それ言って全然仕事できない人が病気になって、もうアカンアカンってなった時も、いや大丈夫、頑張れよ、頑張れよ、みたいな感じで言う。で、その優秀な人が病気になったら、いや、ちょっと病院行ったら、みたいな感じで言う。っていうのは、空気じゃないですか。雰囲気で言うでしょ。察して、みたいな感じで言うじゃないですか。でも、それを公に言ってるんですよ、もう。 優秀な人にしかお薬は使いませんよっていう規定なんですもう仕事を頑張ってない人には薬使わないよそのまま死んでいってねっていう規定なんですこれ恐ろしいでしょうそういう世界ですそもそも誰の考えかあートブソンですねリード・トブソンっていう人はこの後出てくるんですけれどもまあその人はこの町を統括しているリーダーですリード・トブソンこの道を大事にしているみたいねエッジ 仕事には事欠か,かない特に伝染病が発生してからはっていうことなんでいろいろその伝染病が発生したことによって死人が増える死人が増えると埋葬員は儲かるっていうのと一緒でこの埋葬のね死体の清掃をする人も儲かるっていう話ですよねさらっと言っちゃうのが怖いね As the good vicar says work fortifies the spirit of a man if you want to feel exhausted このね、ボクシーさんっていう人も後で出てきます。サイエンス振興会やったかな一応そういう宗教があるんですけれども、それも後で解説はしたいんですけれども、えー、その人も、労働は魂の近隣っていう風に言ってるみたいです。なんで、本当に疲れたいんだったら一切仕事をしない方がいいっていう感覚ですねで。仕事をしっかり頑張っていればみんな元気でいれるっていうそういう発想なんですよ。この世界は。じゃあここでちょっと本題行きましょうか。サイラスから滞納金の回収を頼まれた。あ、グリーフサイトフィーズ。 経済状況により返済義務を果たすことができないと明確に伝えた。うん、お金がないってことだね。儲かってるせいだのにね、どっちやねんっていう話ですけど。つまりお金がない。言っている意味がよくわからない。さあね、こっちで聞きましょうか。こっちの使用料は到底払えない。I simply cannot afford it. 僕はこの素晴らしい開拓区の繁栄を少なう汚点自分に厳しすぎる会社からの失責は避けられない大脳のせいで医療を受ける権利が取りかされることは承知している これねちょっと先に言っておきたいんですけれども、まず、この、まあ、墓地ですよね、に、まあ、入れられる人っていうのは死んだ人じゃないですか。で、その人が死んだ時に、その言ったら墓地の使用料を払う人っていうのが決定するんですけど、その決定する人っていうのは、親族とかじゃなくて、一番仲がいい人なんですよ。一番間柄が深い人。で、それがこの人やったってことですね。今回に関しては。で、その墓地の使用料を支払えないっていうことで、 医療を受ける権利が受けられないんですよ。だから、負の連鎖なんですよね。医療が受けられなくて死んでしまう。で、その死んだ人の身近な人が、その人の墓地の使用料を払わないといけない。で、その人が払えなければ、また、医療を受けることができない。で、医療を受けることができずに死んでいく。で、また、その人がっていう、そういう流れにやっていくんですよね。だから、それもすごい恐ろしいんですよね。で、そういう意味で、そのコンラッド・サディックっていう人も、もう医療を受ける権利が取り消されてしまうんですよ。その話ちょっと聞いてみましょうか。 この人も伝染病にかかってますね。そして頑張って働いた会があって僕は治療に値すると判断されただからその精一杯頑張ってあなたはだから2つの段階があるよね。だからまず精一杯頑張って医療を受けられる状態にならないといけない。頑張ってない人は薬さえもらえないんで。 にならないといけないんですけど、なったとしても自分の知人が死んだ時にその墓地の使用料を払えないと、そのせっかく勝ち取った医療を受ける権利を受ける権利が剥奪される。っていうことです。というわけでこの人は、えー、お金を払うことができません。っていうことですね。いやー恐ろしいですね。で、こっちにね、メモ書きがあるんですよ。ちょっと読んでみましょうか。これも読んでなかったね。これあった思い出したのよ。フィリスからの手紙。コンラットへ。受付係が銃で自殺した。とてもまずい状況。 会社はスペーサーズチョイスの財産の破壊をやるでしょう。このスペーサーズチョイスの財産の破壊っていうのは、まあ、おそらくですけど差し押さえみたいな意味だと思います。多分これ500円やね。友人はちょっとした財産だった。誰かが奴の価値分の金を払わなければならない。この友人っていう人がおそらくこのコンラッドが、えー、墓地の使用料を払わないといけない死んだ人です。私たちにとってはとてもまずいことになるわ。だから私はあいつの歯を売り、払うことを思いついた。友人は金歯を一式入れていた。家族代々伝わる家宝か何か。 あいつの体の処理はあなたの担当。歯茎を掘って金馬を取り出して、どこかいいところを見つけて金馬を売って、そのピットであいつの価値分の金を払う。これ以上の方法はない。このフィリスっていう人が、まあこのコンラットっていう人はどういう間柄なのかはちょっとわからないですけれども、その死んでしまった友人っていう人は金馬を入れてたんですね。まあ金って貴重じゃないですか。多分この世界でも貴重なんですよ。だからその金馬を売れば墓地の使用料を払うことができるんじゃないか。っていうことですね。で、 これちょっと恐ろしいのが、これちょっと僕の予想なんですけど、そのビットであいつの価値分の金を払うって言ってますよね。これね、おそらく、まあ、ちょっと分かりやすく話したいんですけど、できるだけね。まあ、この友人っていう人が生きてたとして、働いてるじゃないですか。で、働いている上で、その人が、まあ、言ったら働き始めました。で、働き終わりますっていうのが、まあ、さっき言ったその退職の話ね。働き終わったらビジンチームに行けるっていう話だと思うんですけど、その、働き終わる時までに、 稼ごうかね。言ったら、生み出した価値っていうのが、その生み出す予定の価値として多分決まってるんですよ。多分一人が、例えばこの缶詰工場で働きますってなった時に、最後まで働いたら、例えば5000ビットの価値を生み出すことができますってなったらするじゃないですか。じゃその5000ビットの価値を生み出す前に死んでしまう。例えば3000ビットの時点で死んでしまったらするじゃないですか。じゃあ、その死んだ人を埋葬するんですけれども、その時の墓地の使用量っていうのが残った2000ビット。 になるんじゃないかとい。その人が生涯生み出すはずやった価値をその知人の人が払いなさいよっていう多分そういうことやと思うんですよ。ますますやばいでしょこの世界。でも多分この言い方とかこの世界観で言ったらあり得ない話じゃない。これはあくまで僕の予想ですけれども多分そういうことやと思うんですよね。だからその墓地の使用料を払えないっていうことやと思います。 この考えでいくと、墓地の使用量が高い人もいれば安い人もいるってことですよね。だから、おそらく、そのビザンチームっていう退職した人が行くところで、死んだ人っていうのは多分ね、埋葬料いらないです。というわけなんで、まあ、金馬があるということなんで、じゃあ、金馬を渡せばいいんじゃない友人という人がいたでしょ彼の歯を墓地使用量の担保にしたらどうだろうか。You know about Eugene? How? ああ、なぜ知っているのかってことだね。フィリスのメモを見つけました。 Then you know Phyllis suggested selling off Eugene's gold teeth. I didn't approve of the idea then, and I don't approve of it now. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing three generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. That's unthinkable. Eugene's and the そうねスペーサーズチョイスの所有物はね最初にも説明した通りスペーサーズチョイスで働く人っていうのは生きてるうちも死んだ後もスペーサーズチョイスの財産っていう考え方が浸透してるんでそのスペーサーズチョイスの財産に手を出すっていうことはできないっていうふうに言ってますねうんそうするしかないやろ Yes, I suppose I must.Here you are. ああ、一応そういうことにするみたいですね。そういうことにするみたいです。というわけで、このコンラットの人と話すのは、えー、ここまでにしましょうか。